どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは大阪のグルメです。今回は焼肉の名門店でいただきます極上のお肉ランチを皆さんに紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介するこちらのお店は焼肉で有名な本場鶴橋の味を梅田エリアで満喫できる味エスさんでございます。他府県からのファンも多数通う納得の味を提供していて、その魅力は鮮度抜群のお肉とそのボリュームです。今回はこちらのお店で提供しているランチを紹介していきます。そしてランチメニューはこちらの通りとなっております。定番の焼肉定食からチゲ定食、さらにはユッケジャン定食などといったラインナップのようです。さらに注文を受けてから職人が熱湯とそば粉で練り上げる自慢の手打ち冷麺も用意されています。そしてこちらは限定の特選ランチということで、ワンランク上の焼肉定食です。そこで今回はこんなに豊富なランチメニューの中から、やはり定番のこちらの焼肉定食1100円を注文いたしました。一体どんな焼肉定食なんでしょうか。さて、注文しました焼肉ランチが運ばれてきました。注目のこちらのお肉は赤身の部分がとても綺麗なお肉が6切れついてきます。そして煮物と、さらにはキムチ、そしてわかめスープがついてきます。そしてこちらの自家製の秘伝のタレと、さらにはもやしのナムル、そして白いご飯がつくラインナップです。それでは1枚焼いていきましょう。網に乗せますと火力はあまり強くなくて、肉を置きっぱなしにしても焦げないのは助かるかなと思いました。そして焼き上がったお肉を秘伝のタレにしっかりとつけていただいていきます。一口いただきますと、とても食べ応えのあるお肉です。どうやらロース肉のようで、肉厚もあって、噛むたんびに肉汁がじゅわーっと口の中に広がる感じがたまらなく美味しいです。これは白いご飯がどんどん進んでしまいますね。そしてランチのセットについてくるこちらのキムチもいただいていきます。一口いただいてみても本場さながらのこちらのキムチ、辛くて美味しいです。さらにはこちらのわかめスープもいただいていきます。あっさりとしたこちらのスープもとても美味しくて、口直しには十分ですね。今回は大阪の鶴橋エリアに本店を置く味よいさんの梅田店にお邪魔いたしました。1100円でこれだけのボリューム感と、さらには美味しい焼肉を食べられるなんて幸せの一言です。ぜひ皆さんも焼肉が食べたい方は、ぜひこちらのお店に足を運んでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!